皆さんこんばんは、今日も昨日に引き続いて京セラドーム大阪で行われました阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦をお伝えします。昨日はですねタイガース、去年の MVP 村上が投げたんですけれども初回に4失点、終わってみたらですね5対3で DeNA が勝ったとそういうゲームになったんですがやはり村上のこの初回の4失点これが最後まで響きましたね。まあそれだけではなくて3イニングで降板5失点ですか、これちょっとねオープン戦からあんまりいい状態がないので、なんとかね早い時期に村上のいい状態そういうものを見てみたいなと思いますね。ということで今日のゲームはより大切になるということなんですがさあそのゲームを見ていきましょう。はい、このようになりました。今日の先発はですねタイガースの方は伊藤将司そして DeNA の方は濱口この二人の投げ合いということだったんですけれども今日も先制したのは DeNA でしたね。初回ワンアウトからオースティン、ツーボールからの高めに浮いたまっすぐこれをセンター左へ、豪快にソロホームランですね。ここです。はい、そして2回にも追加点です。これはワンアウトから関根が一塁線を抜いたヒット、そしてこれ牽制で1回おびき出されたんですがうまく走塁の方でかいくぐって2塁セーフになった、まあ形としては盗塁ということになりましたね。山本のライトフライこれで2アウトになったんですけれども8番の石上このルーキーもなかなかいいですね。三遊間にヒットするわけですけれどもまあここはですねまあ僕が思ってたのはこれショートの木浪この打球を取って一塁送球してアウトにしたいそういう気持ちがちょっと強かったんではないかなと思うんですよね。この場面は、とにかく外野までボールをやらなければ二塁ランナーはホームに帰ってこれない内野安打になっても次のバッターはピッチャーだとそういうものを考えればですねもう止めるだけでよかったと思うんですね。止めるだけだという気持ちで、あの打球を追いかけてれば木浪の力量であれば僕は十分止められたんではないかなと思うんですね。一塁に送球そこも頭にあった分、三遊間を抜けてしまったそういう気がしました。やっぱり事前にこうなったらこうしよう、こうなったらこうしようっていうものをですね考えておかないといざボールが来た時では遅い、そういうものを感じたワンプレーでしたね。これで2点目が DeNA に入ったということになりました。一方浜口の方はこれ素晴らしいピッチングが3イニング続きましたね。三者凡退の回を3回続けて作りました。素晴らしかったですね。伊藤の方3回また浜口先頭打者にヒットは打たれたんですけれども1番渡来ここをセカンドゴロゲッツーそしてオースティンをセカンドゴロでこのゲーム初めて3人でイニングを終えた。まあ、このあたりでやっとちょっと落ち着けたかなという気がしましたね。そして4回の表ここで初めて本当の三者凡退ができました。そして4回の裏のタイガースの攻撃ここはですねまず近本がレフト前にヒットそして2番中野の時に盗塁を試みたんですがこれがアウトになるんですね。山本難しい姿勢からですねまあよくアウトにしたなと思いますね。これでチャンスが途絶えたかなというふうに思ったんですがここからまたタイガースがチャンスを作りました。中野がライト前のヒットそして森下、森下がですねレフト線に二塁ですね。これは甘いインサイド寄りのまっすぐでしたけれども、これでワンアウト二三塁そして大山でした。大山もね昨日のバッティング内容を見てるとかなり苦しいなというふうに思ってましたけれども今日のこの打席はですねなんとかしようそういう気持ちがすごく伝わりましたね。フルカウントから最後の球低めのチェンジアップこれを粘り腰というんですか ねそういう形で、レフトにタイムリーヒットした1点取ってまだ1、3塁という形だったんですが佐藤輝がやはりダメでしたね。最後低めのまっすぐを見逃しの三振そしてノイジーも相変わらず低めの変化球ですねこれを空振りの三振、まあどうなるんだろうっていうぐらい、悪かったですね。その後は 0-0 ときて6回の裏ここでタイガースが逆転しましたね。先頭の近本がフォアボールですねそしてこれを中野が送りました。岡田監督ねまず同点に追いつくんだそういう気持ちで、送りバントしたんですね。
昨日までのクリーンアップの内容であればですね、ここで送りバントはなかなか、できないなと思いましたけれども、今日はですね、4回の裏にですね、3番4番、いいところでヒットを打ってましたので、その結果も見て、同点狙いというところの送りバントだったと思うんですね。そして3番の、森下、2ボール1ストライクから低めのチェンジアップでしたね。これはうまく打ちました、レフトスタンドに逆転のツーラン、ね、まず同点かなと思ったら一気に逆転まで行きました。はい、3点。そして伊藤の方はですね、だんだん良くなってきましたね。ボールのキレもコントロールも良くなってきて、まあ安心して見てられる去年の伊藤のピッチングになっていたなという気がします。結局7回まで投げましたね。7回で72球ですから球数も非常に少ない、まあ完投十分できるペースでしたけれども、7回で終わりました。5安打2奪三振、フォアボールは0、失点は初回2回の2点ということになりましたね。そして、8回はゲラで行きました。ゲラは先頭打者関根にヒットを打たれたんですけれども、今度は、DeNA の方も同点狙い、送りバントですよね。山本に送りバントをさせた。そして、次のバッターに行きたいというところだったんですが、ここでゲラが落ち着いてましたね。二塁へ、逆回りの牽制、これにセカンドランナー関根が引っかかりましたね。2、3塁間に挟まれてタッチアウト、このワンプレーでちょっと今日はもうタイガースに流れが完全に来たなという印象を持ちましたね。そしてその裏に2点、これももうそういう風になるかなというような点でしたね。ピッチャーの方は6回の途中から徳山、ここはしっかり抑えました。7回まで投げましたね。で8回の頭からウィックというね、新しい外国人ピッチャーが来たんですけれども、このウィックに対して、近本、ワンワンからまっすぐライトスタンドに今年初ホームランですね。やっぱり近本当たってます。そして中野がフォアボール、森下はライトフライでワンアウトでしたけれども、大山ここでもまたヒットを打ちました。右中間へのシングルヒット、これでワンアウト1、3塁という形で佐藤輝明、まあね、なんとかできないかなと思ったらなんとかなりましたね。ツーボールワンストライクから低めのまっすぐ、これを詰まりましたけれども、なんとか一塁手の左、ここを破ってライト前のヒット、1点入りました。この回2点目が入ったということで、5対2ということになりましたね。最終回は岩崎が、まあ、安定したピッチングでした。三者凡退、6球でこの回をしのぎました。終わってみたら5対2でタイガースが勝ったと、そういうゲームになりました。勝ちは伊藤ですね、一勝。そして負けが浜口、浜口もねいいピッチングをしてましたけれども、森下の一発に泣いた、そういう感じでしたね。そして、西武が岩崎、やっと先発投手に勝ちがつく、そして抑え投手に西武がつくというね、普段の強い時のタイガースの流れになってきたぞという気がします。ホームランは DeNA がオースティン1号、そしてタイガース森下の2号。まあ、森下はなかなかねヒット数は少ないけれども、すごく印象に残るヒットがありますね。そして近本に1号、ということになってます。MVP、 これはまあ、よく投げた伊藤か森下かということだったんですが、やはり6回にですね逆転打を打った森下、こちらを優先させていただきました。はい、こんなゲームです。はい、今日のゲームはですね、まあ、去年の強かった頃のタイガースの勝ち方、そういうゲームだったような気がしますね。まあ、前半リードされましたけれども、6回で逆転した。そしてその後、まあ、追加点、これも取りましたけれども、まあ、これが、まあ、去年まで、ですとなくても1点リードして6回が終われば、その後の7、8、9はですねリリーフ陣がビシッと抑える、そういうゲームが多かったわけですよね。それを、まあ、今日は感じさせてくれるゲームになりました。7回まで伊藤が投げて、8回ゲラ、そして9回岩崎というね、まあ、ランナーが出たのは3イニングではですね、ヒットは1本しか出なかったというね、まあ、これは本当に、らしいゲームをしてくれたな。そしてもう一ついい傾向としてはですね、まあ、これまで、機能しなかったクリーンアップ、ここがですねなんとか今日は手を取ってくれたな。5点のうちの4点はですねクリーンアップで稼いだ点ということでね、まあ、この形ができると
まあ、本物になっていくという気がしますね。まあ、大山あ今日2本のヒット、これでちょっと一安心できましたし、森下いいところで、出てます。この形がね、続けばこれタイガースはまた波に乗っていく可能性が十分あるなという気がしましたね。明日はですね、タイガースは西勇輝ですね。そして DeNA の方は中川隼人、4年目の若いピッチャーですけれども、オリックス時代にですね、1試合投げただけ、1軍では1イニングですね。これ、まあ、オープン戦の内容が非常に良かったんですね。13イニングで防御率ゼロでしたから、このあたりで明日投げてくるというチャンスをもらえたわけですけれども、さあ、西勇輝の出来、そしてこの中川隼人の出来、ここがまあ一番の明日の見どころということになりますね。セリーグの方は今日は、広島とヤクルトが中心になってます。そして中日と巨人、ここはですね、中日が昨日に引き続きまた勝ちましたね、5対2、ということで、現状まだゲーム数はですね、4ゲーム5ゲームしか終わってませんけれども、貯金してるのはヤクルトと DeNA の1つずつ、そして、カープと中日がイーブン、タイガースと巨人が借金1ね。これはもう毎日のように順位が変わります。この辺はまた面白いと思いますが、やはり今年期待しているドラゴンズがなかなかいいゲームをしてます。今日も5点取りましたが、なかなかね点が取れなくて、去年は苦しんだチームですから、そのドラゴンズが今日も5点、そして久々に大野雄大、勝ちがつきましたね。良かったですね、大野選手、おめでとうございます。ということで、本当にこれからまた楽しいゲームがいろいろ見られるんじゃないかなと思います。今日のゲームは阪神タイガースが横浜 DeNA ベイスターズに5対2、森下の逆転ツーランで勝ったというゲームになりました。以上です。